おにぎりにはいろいろな思い出がある。北陸の片田舎で育った私たちは、中学へ行くまで洋服を着た小学生というものは誰も見たことがなかった。コンカスリの筒っぽにちびた下駄、雨の降る日はいぐさで作った身の帽子をかぶって学校へ通う。街灯やレインコートはもちろんのこと、傘を持つことすら小学生には非常な贅沢と考えられていた。そういう土地であるから、おにぎりは日常生活にかなり直結したものであった。遠足や運動会の時はもちろんのこと、お弁当にも時々おにぎりを持たされた。梅干しの入った大きいおにぎりで、とろろ昆布でくるむか、しその粉をふりかけるかしてあった。浅草のりを巻くというような贅沢なことはめったにしなかった。しかし、そういうおにぎりの思い出はあまり残っていない。それよりも今でも鮮やかに印象に残っているのは、ご飯を炊いた時のおこげのおにぎりである。十数人の大家族だったので、女中が朝暗いうちから起きて、すすけたかまどに大きい釜をかけてそだを焚きつける。薄暗い土間に青みを帯びた煙が立ち込め、かまどの口から赤い炎が蛇の舌のようにちらちらと出る。私と弟は時々早く起きて、このかまどの部屋へ行くことがあった。おこげのおにぎりがもらえるからである。ご飯が炊き上がると、女中が釜を持ち上げ、板敷きの広い台所へ持ってくる。釜の外側にはすすが一面についているので、それについた火が細長い光の点線になってチカチカと光る。まだ冷めきらぬ寝ぼけ眼の目には、それが夢の続きのように見えた。やがてその火も消え、女中が蓋を取ると、真っ白い湯気がもうもうと立ち上がる。炊きたてのご飯の匂いがほのぼのとお腹の底まで染み込むような気がした。女中は大きいしゃもじで山盛りにご飯をすくい上げて、おひつに移す。最後のおこげのところだけは上手に釜底にくっついたまま残されている。その薄きつねのおこげの皮に塩をバラッと振って、しゃもじでぐいっとこそげると、いかにもおいしそうなおこげが取れてくる。女中はそれを無造作にちょっと握って、小さいおにぎりにして、さっと言って渡してくれた。香ばしいおこげによく効いた塩味、この熱いおにぎりを吹きながら食べると、炊きたてのご飯の匂いがむせるように鼻をつく。これが今でも頭の片隅に残っている50年前のおにぎりの思い出である。その後、大人になっていろいろおいしいものも食べてみたが、幼い頃のこのおこげのおにぎりのような温かく健やかな味のものには二度と出会ったことがないような気がする。都会で育ったうちの子供たちは、おそらくこういう味を知らずに過ごしてきたに違いない。いっぺん教えてやりたいような気もするが、それはほとんど不可能に近いことであろう。おこげのおにぎりの味は、学校通いに雨傘を持つというような贅沢を一度覚えた子供には、リアライズされない種類の味と思われるからである。